かっこいい。かっけえな。見て。すごい格好してる。やったで。どうも、ポチです。レオです。いつもご視聴ありがとうございます。それでは、龍が如くオンラインやっていきたいと思います。はい。ドラゴンフェイスガチャ。はい。ドラゴンフェイスだった。そうだね。レジェンドだと思ってたけど、ドラゴンフェイスだったね。いやー、マジマゴロ。見てこの字。マジマさんっぽい。もう絶賛しかしないじゃん。もう真島さんもうかっこいいわ。もうで見ていきましょう、はい、ね、真島五郎決戦、はい、出ました。ステップ6まで1が300、2が500、3が700で SSR は1体確定ね、はい、で4が600、はい、で5が800、あ、4がそうや、600で SSR が2倍、はい、800でまた1体確定 SSR、はい、でステップ6で1000でやっと手に入る。はい、そうですね。3000いくつ？3900？ 3900ぐらいかな。間違ってたらごめんなさい。かなりですね。でも3900で真島さんが手に入るならいいよ。あ、そうだね。いや、かっこいい。いや、かっこいいっすね。いや、かっこいいなぁ、リーダースキル。キメラ踊るって書いてある。ほんとだ。かっこいい。リーダースキル、全味方の攻撃力が 15% 上昇、はい、バトルスキルがクールタイム13、敵ランダムに8回攻撃、はい、攻撃力 165% 攻撃、はい、ランダムですね、はい、でヒートアクションが、消費ゲージ4、クールタイムが10、敵ランダムに4回6000の固定ダメージと 32% で5秒間の麻痺、うん、うん、4回6000の4000ってこと？4回と、うん、まあ、32% で5秒間の麻痺ってこと。そうだね、消費ゲージとクールタイムは軽いね。そうだ ね、 ね、うん。アビリティ1、敵生存人数 ×6% 麻痺確率上昇、はい、アビリティ2、状態異常になる確率を 16% 減少、はいはい、で攻撃陣、うん、ですね。そうだね、攻撃力も4200か、うん、そうだね。なんかまあまあ、ヒットポイントは高いかな。21,550。速さは結構速いのかな、これね。速さもまあ、攻撃タイプだもんね、これね。そうだよね。としたら、速いかな。ただちょっと、なんかあれだよね。割と、控えめな感はあるけど、まあ、まあでも、もっとぶっ壊してくるんじゃねえかっていう。思ってた。うん。からね、でもランダム。うん、だし、だけど、まあいろんな人を刻んでくれるってことですね。まあそう、なんか真島さんらしいっちゃらしいし、うん、ランダム8回は確かに強えか、 165% だもんな、うん、8回だもんね。でバトルスキルもあれでしょ、アビリティの1個目が適正ゾーン人数 ×6% だから最大 30% プラスになるから、うん、62% で5秒間麻痺、うん、って考えるとうまくいくと4体が 62% の確率で5秒間麻痺るってことだよね。うん。敵ランダムに4回だから、ね、4人きれいにばらけたとして、ね、うんうんうん、だし、まあ仮にそうじゃなかったとしても敵1体の時に4回攻撃してくれれば 32% あればいい、まあほぼ麻痺るんじゃないのっていう、麻痺してくれるんじゃないかと。まあでも消費ゲージ4っていうの軽いのはやっぱいいね、うん、いやー、まずはもうかっこいい。まあそうだね。まあかっこいい。まあかっこいいよ。待ってたよ。待ってたんだけどさ、うん、ちょっとガチャ行きましょうか。行きましょう。おや？こんなところにいらっしゃるとは。お前の未来の姿。あなたもお好きですね。ね、すげえね、これね、ちょっと真島さんが真島さん紹介してるんです。真島さんが真島さんを紹介して未来の自分を紹介して、ライザップの前後みたいな感じ。
そうでポチね、今までのガチャでずっと言ったんだけどね、真島さんが来るからセレクト使わないってずっと取ってあったの。そうだね、見てないわ。ないんだよこれは、まあもう自分で自力で迎えに行けということだそうだね、まあ決戦シリーズってちょこちょこさ復刻というかガチャ、まあこの後も入ってくるから、うん そうだね、そこでセレクトっていうことできなくはないとも思うし、とりあえずは今日は自力で迎えに行けってことだ、うん、そうだね。なので自力で行くか、行くとこまで行きますか、うん、ちょっと詳細見ましょうか、他に誰がいるか、はい、そうですね、無島さん、島野さん、たつね、うん、1パ秋山さん、あ、祭り秋山さん、うん、で、祭り春日、安村、祭りが多いね。あ、道夫いるじゃん。おう、いるね、道夫もいる。ここで道夫来るんじゃないですか。いや、ここで来ちゃダメなんだって、ここで来ちゃ道夫欲しかったの複雑な気分になるなのでポチ今ダイヤ見ると2100なので、うん、はいはい、ステップ38500ステップ4までいける、4まではいけるね、4までね、4まで行く。ああ、なるほど、まあまあでもそうでしょうね、そこまでで出したい。ほうほうほう、1体だけでいいんだよ、お願いだよ、行くぞ、おい、もう行こう、うん、1体だけでいいんだ、4までしか行けないんだよ、最後まで回したいよ。白は弱い、白は弱い、うわー、あー、まずね、まあ、300ですからね、300だからね、これ引いてもそうか、セレクトゲージたまんないのか。そうだね、あ、こっちから出しちゃった、間違えちゃった。いやー、まあでも真島さんいる、あ、いい、いい前兆じゃない、いい前兆ですね、これはいいよ、まあでも出てほしいな。いやでもね、もしもう、うん、出る、今日出るわ、これ、うん、出るわ、もうだって2倍とかになるんだもん、 SSR 確定とかあるんよ。そうだね、確定あるからね。白か、白か、お願い、赤、はい、いやでも、でももう一押し、もう一押し、あ、もう一押しが足んないわ、これは、これは SR のやつよ、これ SR のやつよ、エサリいっぱいのやつよ、知ってるんでこれ知ってるんで、テンションおかしくなってきちゃってる、大丈夫か真島さん、次 SSR 一体確定ですから。そうだよね、うん、もうマジの中に真島さんが入ってるってことで、入ってるってことで、この700の、ね、ダイヤを使ってね、うん、真島さんをゲットしに行くわけですよ。そうですね、ほら赤いよ、赤い文字この中に入ってる、緑弱い、なんで緑、なんで緑なん、熱くなってきたぜ、はいはい、来た、はい、緑の割れはどうなの、はい、ここで迷彩どう、うぅ、道をかな、せめて、せめて道を、あ、あ、嬉しい、でも祭り秋山、嬉しいよ、ありがとう、ま、秋山さんの祭り可愛いからな、困った、来ちゃったもん、お前来ちゃったね、これ SSR 確率2倍ってことは真島さんも 2% になってるってことなのかな。あ、なってない、そうなん、なってない、なってよ、これ真島さんも SSR でしょ。そうだよ、なんだよ、行くで、おもうこれダメだったらもうあれだ、復刻を待つしかない、もう28になっちゃった、ダイヤが28 まあそうでしょうね、赤い赤い、2倍だからね、あ、でも、でも2倍でもそう、赤いのは割れないだよ、真島さん、はい、割れた、あ、この、この割れ方はあれだ、どうよ、どうなん、もうさ、いや真島さん、やったやったよかったよかった、それはよかった、あー、マジか、よかったよ、いや、すげえわ、よかった、あ、おめでとう、やったやりましたね、もう力使い切った、ダイヤも使い切った、いや、もうよかった、それはもうポッチからしたらダイヤもうそんな価値はもうこれはもうあれでしょ、
これ以上ない勝利でしょ。やったね、やったね、やった、かっこいいもん。真島さん並べよう、いっぱい並べよう、もうこの決戦を真ん中にして並べるわ。サイド真島、ま、センター真島、神セブンみたいにしてる。全部真島なんです。いや、そう、やったね、嬉しかった。いやー、よかった。よし、じゃあ次レオ、頑張って。あ、この後弾きます俺。弾くよ、え、弾くんでしょ。弾きます、はい。お願い、頑張って。はい、はい、真島さん、いやポチはもう出しましたからね、うんうん、ありがとう。僕も取りたいとこではありますけど、行こう、取ろうよ、くださいね、あげるよ、ポチさん、あげゼロ真島、本当にゼロ真島の剣、ゼロ真島の剣っていうか真島の剣、ね、全体を通しての話です。いや、さ、いつもは、本当にお願いします、取ろうと思ってないよ。本当にお願いします、行くよ、うん。でもどうしよう、ポチの愛が強すぎ、ちょっと組長黙っててもらっていいですか。こっちに今迎え入れてるターンなんで、おげん、あ、いいよいいよ、来てくれたんじゃん、これもしかしてゼロマジマの代わりに見とけば弱い、いやでもそっから、あ、いいの、あれ、これは来たんじゃない、来たんじゃない、これは300で、あ、わからない、まだまだわかんないよ。2枚抜きかもしれん。そうだよね。ありえるよね。うん。うん。腰に水。あ、しんど。まあでもありがとう。次ね。真島さん。まだまだいける。まだ戦えるよ、俺は。うん。じゃあ次、ステップ2。ここはまだ倍になってない。ここはまだ何にもね。でも倍になっても真島さんは倍になってないんだもんね。そうなんだよ。そうなんだよ。それが分かったんだよ。それがさっき分かったっすか。野島は倍じゃない。わー。野島さん。わー。次のところで、あれだわ。うわ。もう、来るわ。あー。てかさ、俺未だに R でさえ野島さん来ないんだよ。これどういうことです？ポチさん。んな。ポチさん。んな。ポチさん、助けてよ。なんさ、ここで 8.33 にさ、なれるのなんなの、この確定枠ね、一緒だ、ね、ここをだから 80.33 とかにしといてほしいよね。そうだね、80絶対出るじゃん、それで外したらもう泣くじゃん、逆に。まあそうね、いやなら100だな。じゃあ一番下のステップ6じゃん、行こう、もう行こう、お願い、お願い、ここで確定確定で、で、欲しい。SSR 確定が、真島さん。そう、真島さん。赤。割れよ。赤で割れよ。赤で来い。赤来い。よしよ。はいはいはい。はい。あ、この割れ方、この割れ方は来る割れ方で。これはいい。いや、別に2枚入ってるからね。そう、2枚抜けるからね。うん。今ね。あー、お祭りが来やば。ありがとう。いや、これ、でもこの祭りに秋山が来る流れ、さっき見たことがあるな。さっき見たわ。よし。よし、ここが、結局変わってないから。変わってないんだよ。変えてくれ、お願いだよ。倍にしてくれ。倍にしたって2倍だろ。あ、でも倍にしても 1% は 1%。あ、違うよ。2倍だよ。何言って、どうしたどうした。2倍にしてくれよ。ラスト頼む、本当に本当に頼む。お願いだよ。ああ。お願い。よし、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 ここへ割れて。ここで割れて。緑。いやでもそっからさ。わかんない。どうなの。ダメ？お願い。ああ。わかんないまだ。あ、真島さん。あ、来たよ、真島さん。はどれか一個なんかなってたりしないかな。腰水。さあ、さあ、いやー、マジか。出んかったなぁ。うわ、でもこの次の800もあれでしょ？倍にはなってないんでしょ？倍にはなってないんでしょ？1%。そうでしょ、8.33 で、SSR 確定。
なんでしょうね。いやまあここまでかな。こればっかりは。いつまでなの？2日までだってよ。そうだね。そこでまあちょっと終えたら。追うかも。追うかも。迷うな。悩むね。悩むね。これは悩むね。うん。まあ次他の方が来るかもしれないからすごいのがな。そこでちょっと決戦を。そのためにダイヤ取っとくっていうのもね、うん、あるもんな。なのでちょっと僕は一旦これで撤退しようかなと、うん、やっぱ真島さんポチから離れてゆかちゃん引かないとダメか真島さん引くときだけポチなしで引くそうだね、そのためにサブチャン作る何ポチ対比チャンネルポチ対比チャンネルポチから逃げてガチャを引くためだけの引く別にチャンネル作らなくてもいいじゃん。チャンネル作らなくても、一人で弾けばいい。まあまあ、まあでもあれですね、ポチさんの方にね、出たんでよかったと思いますよ。よかった。よかったよ、本当に。泣くかと思ったよ。じゃあもう、真島さん見ましょうよ、うん。せっかくなんで。はい。じゃあ変わりまーす。はい。いやシンプルシンプル一言だけいやこの笑い方いいねいやいいねいいねうわあ来ましたね来ましたね嬉しかったいやよかった本当よかったよう出しましたよ本当によかったありがとうございます本当にどうしたそんな静かに眺めるのやめてもらっていい一応動画だからいやもう無言で、ね、その見続けちゃうねえその耐久みたいなただ真島五郎を眺めるだけみたいなさいやそれはあの動画外でやってくれる久しぶりに嬉しかったのもう嬉しすぎてまあそうかもしれないですね今のもう本当の声が出た、うん、声と本当の間だった今そうだ、ね、見つめるっていう、うん、最近そうだよねあの人のことさんざんグランドマジまで煽ってきてはいるけど意中のものはあまりうまく取れてなかったりもしたからねそうですねよかった本当に今回はそれはよかったよかったですはいじゃあそれでは今回はここまで最後までご視聴いただきありがとうございますコメントチャンネル登録していただけたら嬉しいですでは次の動画でお会いしましょうまたねバイバイ